アピタ新潟西店は、新潟県新潟市西区小新5丁目にある、ユニーカ式会社が管理、運営する、ショッピングセンターである。新潟市西区郊外、JR 小針駅と新潟バイパス黒崎 IC を、結ぶ主導小針線沿いに立地する。総合スーパー、アピタを、各店舗に、スーパースポーツゼビオをはじめとする多数の専門店が、出店している。開店当初は、 建物南側に U ホームが出展していたが、2006年に閉店し専門店街へと転換した。建物南側1階は、かつて U ホームが存在していたが、現在は専門店街で大型テナントがメインとなっている。建物南側2階は駐車場となっている。建物北側は、この西側はアピタ直営売り場、東側は専門店街となっており、 1>, 1階はアピタ食料品、日用品売り場を各都市、専門店街にはレストラン、ファッション店を多く配置している。2階はアピタ医療品、雑貨売り場を各都市、専門店街にはフードコートや雑貨店を多く配置している。道路を挟んで、南東側には再生会新潟病院が立地する。また、西側には、 小新白鳥東土地区が整理事業により2010年代に造成された住宅地や商業地が広がり、ホームセンター武蔵新潟西店や山田テックランド新潟西店をはじめとする大型店舗が並ぶ。1から2キロメートルほど離れた新潟西、バイパス小新 IC 周辺にもイオン新潟西店をはじめとする大型店が並ぶ地区があり、競合関係にある。 店前に位置する、昇進四丁目バス停。ありがとうございます。